絵本朗読マルチーズのチューブくんは言った見なかったことにするよマルチーズのチューブくんはいつもと違う顔をしていた最近チューブくんのご飯やおやつがいつもよりも少なくなっていたのそしていつもの場所にあったはずのおやつが消えていたの誰がやったかわからなかったけどチューブくんは調査を始めたんだそしたら チュくんはは人を見つけちゃったんだそれはママの子供、お兄ちゃんだったのチューブくんは怒ってママに相談することにしたよでもママは驚いたんだ犯人はお兄ちゃんだったからそれでもママは息子に真実を聞くことにしたんだするとお兄ちゃんはすべてを話したんだチューブくんのおやつを盗んでいたの ママはお兄ちゃんを叱ったけど自分もショックだったのチューブくんはそれを見ていたの「もう許そうお兄ちゃんだって食べたかったんだろうママだって子供を叱るのはつらいに決まってるよ彼はママやお兄ちゃんの気持ちを考えると悲しくなって涙を流しちゃったんだ」そして最後に「 見なかったことにするよと言って立ち去ったよでもその後ママはチューブ君の優しい気持ちが嬉しくてこの子をもっと大切にしようと決めたんだチューブ君も優しいママに感謝してまた幸せな日々を送れるようになったんだ